応仁の乱。昔学校で習ったけどなんかよくわからないって人は多いはず。その理由はいわゆるドロドロな人間関係が織りなす昼ドラのような話だからです。戦国時代のように天下統一するためのようなわかりやすい話ではないのです。しかしそんな人の妬み、そねみ、欲望、愛、いろんな感情からゆくゆく日本中を巻き込む大きな戦に発展していった、それが応仁の乱です。こんにちは、ナビゲーターの藤吉田です。今回はそんな悲劇の応仁の乱を動画にしてみました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。またコメントをいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。戦国時代の火種、応仁の乱とは。応仁の乱は室町時代中期に起こった戦国時代がスタートしたきっかけと言われている戦いです。事の発端は将軍家のお家騒動と官僚家の畠山氏の家督争いが重なったことにありました。当時室町幕府8代将軍足利義政は官僚畠山氏の義成と長政の争いを収めるためこれに介入していました。義政は当初嫡流の義成に家督相続を命じますが、途中で義成の重邸である所流の長政に権利を譲るという優柔不断なことを行います。この相続問題をめぐって義成と長政が対立し、さらに有力守護の山名宗全、細川勝元が介入。それぞれに加担する守護たちが次々と京都に集結します。将軍家自身も義政の後継者をめぐって義政の妻日野富子と幼い嫡子の義直、そして義政の弟の義見という二派に分かれていました。御家人の中には義見を暗殺しようとする者まで現れたため、義見派と義直派が争う形で宗全と勝元の争いに加わっていきます。こうして1467年京都にてそれぞれの家の複雑な事情が絡み合いながら集結した軍同士の戦が始まります。義成、宗全、義直の西軍側と長政、勝元、義見の東軍側の対決です。以後11年間にも続き、ようやく終わった時には都は焼け野原になりました。そしてもともと脆弱だった室町幕府の権威はさらに衰えていくのです。応仁の乱が起こった原因は、原因1、8代将軍義政が優柔不断な性格だった。応仁の乱の発端となった人物を一人だけ挙げるとするなら、間違いなく将軍足利義政でしょう。将軍という立場でありながら早い段階であらゆる問題に対する解決策を打てなかった優柔不断さは無視できません。原因に、山名宗全と細川勝元が不仲だった。応仁の乱が戦として成立した原因は有力守護である山名宗全と細川勝元にあります。宗全と勝元はもともとは協力し合う仲でしたが、考え方の違いなどが要因で乱勃発の前にはすでに犬猿の仲になっていました。宗全は武勇に優れ中国地方にて最強の勢力を誇っていましたが、官僚でもある勝元は宗全の台頭を快く思わず、宗全側の守護の邪魔ばかりしていました。宗全も反勝元派の守護とあちこちで婚姻関係を結び勢力維持を図っていったのです。そうして周囲を巻き込みながらいがみ合ってきた2人は結局衝突してしまいました。原因3、義政の後継者争いが山名細川の争いと混じり合ってしまった。幼少期から政治に絶望し、天皇から
政治をサボるなと叱責されたこともある義政は、早くから後継者を決めて隠居しようとしていました。当時20歳そこそこの義政には子がなく、出家していた弟の義見を還俗させ養子としていました。ところがそれから間もなく妻の富子が妊娠し、実子の義直が生まれ、義直が後継者という雰囲気が一気に強くなります。義見は謀反の疑いをかけられ、命の危機を感じていました。そこで翼兵を率いて京に駐在していた細川勝元に支援をお願いし、これに加担するのです。本当なら山名細川にとって後継者争いは主要な問題ではなかったのですが、こうした利害関係がさらにことを複雑化させていきます。原因4、畠山氏の家督争いも終わっていなかった。義政や宗全、勝元の介入で長政の当主就任で収まったはずの畠山家のお家騒動でしたが、実は義成がまだ諦めていませんでした。長政側の城を攻め落とすなど積極的な行動に出ます。こうしてかねてから勝元と敵対していた義成は宗全、長政は勝元に協力を仰いだ結果、畠山氏の争いはさらに大きく発展していきました。原因5、将軍や天皇が戦の大義名分に担ぎ出された。守護同士の小さな争いなら規模次第では幕府が加わる必要もなく、しばらくすれば勝手に鎮圧できたかもしれません。しかしどんどん力をつける宗全を警戒して、勝元は大義名分を得るために義政の屋敷を包囲し、自分を幕府軍だと任命するように圧します。御家人は勝元の強引な方法を許したくありませんでした。しかし義政自身は半ば投げやりにこれを認めてしまい、幕府の軍事権が勝元に独占されてしまいます。一方の宗全はこれに対抗するために生き残っていた南朝系の天皇を自邸に招き入れ、自分は天皇軍であると主張します。こうして宗全と勝元は自分を権威づけるために各地の味方を京に呼び寄せ、ついには全国の守護が関心を持つ戦にまで発展してしまうのです。いかがでしたか。次回は応仁の乱の結果、その後どうなったという話を動画にします。もしよろしければそちらもご覧ください。